今日は長めに12時までやります。吸ってるところがなんか、俺してたの知らなかった昨日俺だったんだよね。眠かった、めちゃくちゃショールームちょっと寝てやろうと思ってたら次の日になってた起きたらすいません。真っ黒じゃないんだけど黒に見えるよね。若干茶色い、近づいたら分かりやすいけど後ろだと黒く見える。オールでエペしてないよ昨日、配信の時がやってない。他にやんなきゃいけないこと全部やってた。前髪美容院でちょっとだけ切った。今アイロンしてないからあれだけど、何もやってない、ドライヤーしただけだからちょっと長めに見えるけど。サイレント富士、あ、そう、富士急行ったんですよ。初富士急、富士急行った、めっちゃ楽しかった寒かったけど、めちゃくちゃ寒かったけど楽しかったね。あのその時に乗れるやつ、絶叫系のやつは全部乗った。ノメクノメクですよ、メイクしてない。楽しかった。何乗った？え、ほぼほぼ乗った、全部。藤山も乗った、高飛車も乗った、ほぼほぼ全部乗れましたね。高飛車めっちゃ怖かった、登る瞬間が落ちる時よりも登る瞬間が怖かった。高飛車藤山、藤山かわいさき、その日ね、なんか霧がすごくて全然見えなかったけど、見えなかった A じゃないか、 A じゃないか、休止中で乗れなかったですね。巻き屋敷、あ、あれは入ってないや、あれ高くない一回で入るって値段が高い、めっちゃ入ってないです。あれめっちゃ寒かった、富士急は寒かった。そう、別料金、あのお化け屋敷は。アウトレットはいた、アウトレット、え、何アウトレット、わかんない、スケートしてない、まだできてなかった。説教系でもほとんど乗ったかもその時休止してるやつ以外は、でき、あの乗れないやつ以外はそこも乗った。全然困る、なんか、なんか一回持ってない、あれ寒かった、めちゃくちゃすごいさ、めっちゃ回ってる人いてさ、びっくりした。一人で乗っててめっちゃガチな人いて、一人ですごいずっとくるくる回ってたすごかった。鉄骨番長乗った、鉄骨番長めっちゃ寒かった、楽しかったけど、なんかでも怖いとかより、一番に来るのが寒いって感じだった。寒かった、とにかくその日。富士急の近くのおてんま、あ、プレミアムアウトレット、
富士急が行ってないんだよね。富士急が行ってないからどこにも行ってないです。そういう近くの場所とか。絶叫系好きなんだよね私。一番最初乗るときはめちゃくちゃ怖いけど、わかんないから、それどこまで登るとかさ、どのタイミングで落ちるとかがわかんないからさ、感覚がないから、わかんないから怖いけど、楽しかった。一番最初は怖かったけどね、乗ったこと後悔するぐらい怖かったけど富士山とか高飛車、高飛車ね、登ってるときがめっちゃ怖い。うん、すごい垂直に登っていくから怖いけど楽しかった。富士山3回ぐらい乗って、高飛車2回乗ったかな。富士山もねめっちゃ高いじゃん、あれ何メートルまで行くんだろう、分かんないけどめっちゃ高くってさ、うわーみたいな、これ失敗かもって思ったけど楽しかった。でも大体思う初めて乗るさジェットコースターってそんなもんだよね、一瞬後悔するよね後悔するけど乗った後は楽しい一番前は触ってないね、2番目ぐらいには触ったかも。2番目、多分2番目とかだったか、楽しかった。でも後ろの方が楽しい、見えない方が前が。ジャパン？何それ？そんなのあるっけ？わかんない。そういうもん、そういうもんだよ。一番最初はどのジェットコースターも怖い。大きいジェットコースター。わかんないからさ。どこまで登る、どこまで、どの高さまで登るとか、どのぐらい落ちるとかわかんないじゃん。だから怖いけど。フラッシュマッチみたいな鉄板、ああそれ乗ってないね。それはめっちゃ乗れるからやめた、乗れたくないからやめた富士山乗ってたらさ、その日めっちゃ寒くてさ、霧もすごかったからさ、展望台いる人全然いなかったんだけど、2回目ぐらい、2回目かな、乗った時に展望台に人がいて、乗ってる人みんなびっくりしてた、え人いるみたいなあの富士山なんかね、富士山のレールの近く、どこだっけあれ、なんか展望台があるの、展望台なんか人がいるとこの、なんかなんていうの、そこがあって人いなかったんだけど、1回乗った時は、2回目の時いて1人か2人何人かいて、数人だよ、びっくりした、みんなびっくりしてた、すごい2度目ぐらいしちゃったフ3回目乗った時もいたな。なんかその日本当に霧がすごくて、3回目乗った時本当一番最後に乗ったのね、なんか本当に霧がすごくて、落ちる瞬間全然見えん、落ちる瞬間このレールが見えないぐらい寒かったじゃない、間違った、霧がすごかったすごかった、霧がね本当に霧の中をこう進んでいってる感じで、すごかった。朝早くから行きました、朝から夜まで。見えたら見えない方が怖いでしょ、いつ落ちるか分かんないから、その方が怖い、見える方が怖く、レールの先が見える方が、見えない方が怖くない、うん、寒、そう寒かった、めちゃくちゃ寒かったヒートテック着ていったけど寒かったう
楽しかったね。ほぼほぼ全部乗ったし、アイススケートその時まだやってなかったからできない。カロ持ってかなかったんだよ、持ってこうと思ってたけど忘れてた。バタバタだった、出る時朝めっちゃ早くてめっちゃ朝早くから行ったの。いいじゃないか、乗る時間ありましたか。いいじゃないか、動いてなかった、休止中。うどんパンはやってなかったですね、休止中ですね。何個か休止してて乗れないのあった。あ、メールあれだ、携帯変えなきゃいけないけど携帯変えれないわ、始めちゃった。でもどうしよう、メール送れない、時間、今の時間も分かんないんだよね。今の時間50分か、どうしよう。え、どうやって送ろうどうやって送ろう、送れない、持ってくの忘れちゃった、お肉の携帯。どうしよう、切りたくないけどでも切るしかないのか、携帯帰れないんですよ、もう1個持ってきてない、どうしよう。どうしようかな、どうしよう。切りたくないんだけどな本当は。え、切るって言っても中断ぐらいで切る、なんていう、一回配信は切らない、なんていう、違う画面開いたらさ配信止まるからさ、そんな感じでするけど多分。止めるしかないな一旦。どうしよう、急いで打つか、携帯がないんだよな、充電がないの、メール送ってこようかな、急いで送ってくる、ちょっと待ってて、一瞬止まりますちょっと待って本当に一瞬だった、一瞬だったでしょでしょじゃあ寝落ちするくらい一瞬だった、どういうことどういうことですか送った、メール送った、さっき送った、もうちょっとで届くと思うけど何分後に届くか分かんない寒い、うん、寒い、暖かくはない、この部屋暖房も何もないから。やれ、送るメールって事前に下書き、下書きしてないですね、さっき打った、してないです、してる時もごく稀にあるけどないですね、下書きしてる時ほぼほぼ。
大体その時によってそのまま食っちゃう。さっき売ってた。これ何の鍵だろう。ここになんか鍵があるんだけど、これ何の鍵だろう。このファイル今日ロスに住まい。ファイルはね意外とあるんだよね。でもチョコがないんですよ。え、昨日も行って何店舗行ったかな。昨日4か5行って、昨日も4店舗か5店舗行ってどこもなかった。入荷されるかも聞いたけど、よくなんか今んとこ予定ないってとこと、入荷されるか分かんないってとこみたいな感じだった。なかったですね。昨日も行った、今日は行ってないけど、明日もローソン行こうかなと思ってる。お店舗ですね。いや昨日のやつは何店舗行ったか回ったか言ってないよ。それ一昨日だね。5店舗行ったのは、昨日行った店舗は別ですね。プラスでってこと。どこにあるか調べれない。今の在庫はね分かんないね。その取り扱い店舗は分かっても今売ってるかどうか分かんないや。人気で再販されってね、なんか店舗ごとに入荷されるからそれによりますね。1回限りの入荷じゃなくて、1回だけの入荷のところもあるんだけど、ファイルはファイルはあれだけど1回だけど、追加で入荷はないけど、ファイルは限定のやつだから。チョコの方はね、そういう個数の限定っていうのないから、入荷はされるところはされるみたいな。店舗によって結構違うんだよね、コンビニって。チョコがないんですよ。電話でね聞いたところもある。行こうと思ったとこ聞いたんだけど、そこなかった。入荷も分かんないって言われちゃった。取り扱ってないじゃない。嘘、売り切れだった。聞いたらもう全部どこの店も売り切れましたって言われた。入荷ないところもあるし、入荷いつされるか分かんないみたいなところもあった。年越し配信する予定ではいるけど、今のところ分かんないな。ちょっともうちょっとその日にならないと。ポケミングッズ、あ、コギョンじゃない、コギョンじゃなくてクレジーラくんっていうプロゲーミングチーム、ゲームチーム、プロのチームとビックリマンチョコのコラボ。ファイルはローソンのコラボだけど、自分で買いたいんだけどな、なかなかな。クレジーラくんマンチョコは、そう、それを狙ってるんですけど、どこも売ってないのよ。なんかどこももうこう店頭に置かれてすぐなくなっちゃってとこがほとんどで、いつ入荷のやつ聞いてもいつ入荷されるか分かんないみたいなとこがほとんど。入荷されないところもあるしね。1回だけの入荷みたいなところも何店舗かあってさ、中のシールを見合った。そう、シールもだけど、それも欲しいんだよね。その食べたいじゃん。クレジーラくんマンチョコ。そんなに、え、なんかめっちゃ人気だね。買えると思って行ったら全然なかった。本当に本当に売ってるっていうレベルで見ない。全国販売です。全国。
ほんとそのレベルでないんだよね。ファイルはあるけどチョコはないみたいな。チョコ食べ、え、チョコも食べたいでしょ、それはもちろん食べたい。シアルのロゴシールがあった、え、ロゴもなかったっけな、なんかシークレットのやつで確かあったはず、ロゴあった気がする、シークレットだけど確かに、ツイートとかで見た気がするけど。確かフ明日ローソン行ってちょっと聞いてみようかな、多分なさそうだから入荷されるか聞こう、次の入荷待ちですね。でもねー、それねところもあるんだよな、わかんないみたいなところも、抽選があるみたいで、入荷の抽選して当選当たったら入荷できるみたいな感じらしい。うん、分かんない。そうね、入荷する、その抽選するのも店舗によって違うから、もうしないってところもあるし、入荷そうなんですよ。そう、抽選らしい、入荷輸送言ってた、そのかそこの店員さんが、ローソンの店員さんが、え、じゃあゲーミング PC、 いやゲーミング PC には貼らない、貼りたくない、ゲーミング PC にしてる本体に貼るってことで、ディスクトップ、いや貼りたくないな、貼らない、え、貼らないかも、どこにも貼りたくない何枚もさ、こうかぶっちゃったとかならとかあるかもだけど、貼りたくないねそう、コレクション取っておく、多分どこにも貼らないかも。いや画面に邪魔すぎるでしょ画面に見えないじゃんしたもだからローソン、ま、回る、巡ろうかな、ローソン巡り ローソン店員さんとお話しするのびっくりされ、びっくりされないでしょありますかって聞いてるだけえ、そんな、なんていう、普通の会話はしないです、な、いや、なんかそんな、そんな仲いい店員さんとかいないからさ、そんな話さないけど、よく行くローソンとかないし話さない、普通の会話じゃなくって、クジラクマンチョコもう売り切れちゃいましたかとかって聞くぐらいじゃん、入荷されたりしますかって結構普通のなんか、よ、なんか友達とするような会話はしないけどね、そういう会話したらびっくりされるかもだけどそういうの聞くだけでびっくりされないでしょ。あれ待って、携帯止まってる、え？やばい、嘘でしょ、いや Wi-Fi じゃないと、もう携帯自体がおかしいね、容量がないのかな、容量たまんないから、いろいろ動画とか消さなきゃ、 Wi-Fi とかじゃない、携帯が、多分容量がない、いろいろ消そう、後でフォルダ整理しよう、
え、どれぐらい iPhone、 え、覚えてないや覚えてない、わかんない。カーネルパニックとかじゃない、え、なにそれ、カーネルパニックって何、私に容量関係ある、あるんじゃない、え、携帯普通に使ってて止まったりするんだよね、容量がなくって、多分容量がなくってだと思うけど、普通に止まる、普通に携帯使ってて、ね、配信とかじゃなくってで止まっちゃったりするから、アプリ入れすぎ、え、言うほど入れてないよ、アプリ言うほどね、アプリが止まるっていうか携帯が止まる、なんかこういうショールームとか重いかアプリ使ってると止まるっていうよりかは、普通に使ってて止まる、普通にホーム画面開いてる状態でも止まったりする、普通に iPhone のあれがない、容量がないだと思う、そう、ほぼほぼ写真だね、容量ほぼほぼ、ちょっとして、ね、動画消すだから、いろいろ写真とか動画とか、いっぱいあるんだよね、いらない写真もめちゃくちゃあるからな、消さないとだ、めんどくさくって整理してないんだよね、もうの夜何か覚えてない多めのやつ買ったけど覚えてない、覚えてないです、メール来た、ルナホにもう少しかいや買ったのちょっと前だから覚えてないんだよね、256とかだった気がするけど覚えてないや、そんなに覚えてない写真がねいっぱいあるんだよね、写真ほぼほぼ写真有料、有力ってのは写真とか動画とかいっぱいあるから、フリVとかいっぱいある、写真ももちろん消してくるの、いらないやつじゃないとやばい、写真消さないと一番容量が多いからしな、写真動画とかですね、消してくいっぱい、動画も消さないといけないんだよな、いろいろ、何千とかのレベルじゃない、2万ぐらいある万だね、2万何千枚か覚え忘れたけど、いや写真撮らなきゃいけないからさ、どんどん増えてくんだよね、仕方ない、2万あるな、メール送ったやつとかはどんどん消していってるんだけど、それでもさ一回に撮る量が多いからさ、もうどんどん増えてく、動画も多いね、そのフリVとかそういうフリの出すの動画とかそういうので、なんでそんな撮るの、仕事で必要だから撮らないその SNS 更新したりとかメールとことか載せたりするから、そういうの載せないんだったら別にいらないけど、載せるんだったら必要じゃん、載せたらすぐ消さない、メールに載せた写真は消してる、
他のに載せないように、他の SNS に、他の SNS、Twitter とかインスタとか755とかそこら辺のステータスは消してないね。メールの載せたやつは基本消してる。すごいめっちゃ花火、ま、バーってなってた時々花火なってる。ありがとう、ありがとうございます。バーンってなって、でも動画消したんだけどさ、なんか最近消した写真とか動画みたいなさあるじゃん、フォルダがそっちに行っちゃってるからさ、携帯ないから消えてないからさ、多分変わってないんだよな容量。そこのやつからも消さなきゃいけないわ。消さなきゃ、そっから容量の変わってないだから。で今日ねちょっとだから消したの動画を、そっちの消したやつみたいなフォルダに行っちゃったけど、まあまだあるけど、あとでもう一回消そう。猫の写真、猫の写真あるよ。そう、ごめん、これ残ってる、そういうこと。だからそっちからも消さないとっていう、消さないといけない。だから夜減ってない。そう、いっぱい消さないといけない。写真多すぎて整理するのめんどくさいんだよね、めちゃくちゃいらない写真絶対にあるの。めっちゃ事故ってる写真とかさ、なんで撮ったみたいな写真絶対あるの。でも整理してない、めんどくさくて、しなきゃそれを。絶対にいらない写真あるんだけど、お量多いとさ大変なんだよな。いらないから消さないと。写真フォルダにあっても使わないからな別に。さすがいいのもサイズ、さすがいい、ん、サイズが大きくなるだけだから大変。すごいでもサイズも大きくなる。あ、そうだね、確かにそうなんだよね。PC にデータ移すのセキュリティ、PC にデータ移そうと思ってるけど、ちょっと今はできないから移してない。そうとは思ってますね。どれをメールで送ったとか覚えてる？その送った直後に消しちゃう、もうすぐ。あとメール見て、あ、この写真だなってさ見ながら消す。努力止めてた自分で。止まっちゃったじゃなくて止めてたちょっと待ってうん、今ミュートしてたミュートだ、それだ、ミュート、うん、本当ミュートするかもしれんとちょっとね、ちょっと周りがちょっといろいろありまして
ょっとね。外の音が入っちゃうからね。もう早く寝さ、いや弟とかじゃない、家族じゃない、別に外。うん、もう大丈夫そう。よいしょ。キモヤのクロワッサン、こんな時間に撮んないでしょ。今何時、今何時か分かんないけど、こんな時間に撮んないでしょ。そんな夜に、あんま撮んないけど、そもそも。こんな時間に焼き芋売りに来るの。あ、見たことないけど、イメージがないけど、こんな時間に来る。10時に迷惑でしょ、あんなん来たら。今と、え、今来たの、こんな時間に。珍しいね。変わってる。どういう理にこ、え、そんなんあるの？見たことないな、あんま。問いは分かんないや。問い使ってないから。知らない。あるのかな。あんま見ないですね。美味しいモンブランのお店？菊屋？菊屋のモンブランかな。私が前に言ってたお店だったら菊屋。寒いな、ここ。なんか膝掛けかなんか持ってくればよかった。まあいいや。初詣は、初詣は行くつもりです。行くつもり。友達誘おうと思ってたんだった。まだ誘ってないよ。誘おう。誘おう。初日の出、私さ、初日の出見たことないんだよね。見たことないんです。行かないと思ったら分かんないけど、行かないってショッピングモールみたいなところに、みたいなところにあるとか、ショッピングモールにもあるし、菊屋だけでもなかったっけ、普通にお店。多分ショッピングモールにも多分入ってるところは入ってると思うけど。見たな、そういうとこの神社が。有名なところはあれじゃない、宇佐の宇佐神宮。行ったことないけど。私行ったことないんだよな、宇佐神宮。有名なとこはそこかな。大きい神社、そこが大きいと思う。一番大分だよ多分。行ったことないけど。おせち食べ、おせち多分食べない。なんかおばあちゃん家行った時はおせち食べるんだけど、毎年いつも食べてるけど、普通に家だと食べないですね。おせち買わないから。どこに遊ぼうで行く予定ない、言うわけないじゃん。言うわけないじゃん。すだまけとか、そう、単品で買う。食べないですね。だからおせち、おばあちゃん家で年越ししないときは
今年おばあちゃんちで年越ししないから。食べないおせち。おばあさんおせち料理作る、作んないね。そう、おばあちゃんちで食べるときも買ったやつだけど作ったやつとかじゃない。年越しそばは食べてる。それは毎年食べてる。ピザかお寿司、いや、お正月はピザかお寿司じゃないや。何食べてるかな、わかんない、もう覚えてないや私どんな感じかな。なんかお雑煮食べてとか、お昼大体お雑煮だね。年越しそばのなんかやつでお雑煮する、違うっけ、ないいつもどうしてるっけ。お雑煮食べて、夜何食べてる、でも夜、うん、覚えてないよ。結構毎年バラバラかも覚えてないってことは。お父さんはね、そのおじいちゃんおばあちゃん家行った時だけかな、お正月のなんか年取るみたいな、しっかりやるんだよね、そういうのをさ。お父さん飲んでみたいな、干し柿と、干し柿、うん、となんか昆布とみかんとみたいな、年取るみたいな、そういうなんかやつ、儀式みたいなやつやるんだよね、しっかり。だからやってたけど、なんかそういうセットみたいなのもあってさ、やるけど、そのおじいちゃんおばあちゃん家行った時だけどな、やるのは。なんかね、ほんとあるよ、そういうセットが。あとさ、入れるなんか、なんかなんていうの、入れるやつとか、つぶやつとか、そう、塩もある。なんかね、まず最初お父さんの前なんかそういうセットがあってさ、お父さんこう入れる容器みたいなの、なんか大きいのからちっちゃいのまであって、そのちっちゃかったら、そう、なんか一番ちっちゃい容器にちょっとだけ入れてそれ飲むとか。そう、お母さんとかはまあまあ大きめきつてみたいな。そう、儀式ですね。そういう音、そう、みんなめっちゃね、ちっちゃかったら飲まないけど、そんなもう幼稚園とかそんぐらいの子だったら飲まないけど、ちょっと大きくなってきたらほんのちょっとだけね、飲んでみたいな。でその後に何やってたかな、なんかそう、塩と昆布とイカがあって、それを手に乗せてもらって、なんかお正月のさ、ちょっと大きいお箸あるじゃん、長いやつ、ちょっと大きいやつ、あれで手に乗せてもらって、でそれ食べて、で一番最後にすごいなんかお米のがいっぱい持ってあってさ、その中に干し柿とみかんが置いてあるの、それを一個ずつ取って、そう、終わり。そう、なんか年取るっていう、いうなんていうの、行事、わかんないそう、なんかそれ、ね、やること年取るって言ってた。なんかね、そういうのがあったんだよね、よくわかんないけど。わかんない、その地域のやつかわかんないけど、大分じゃないですね、そのおじいちゃんおばあちゃんち、そのおじいちゃんおばあちゃんち大分じゃない、佐賀です。わかんないけど、なんかやってたそのおじいちゃんおばあちゃんち行った時だけ、よくわかんない。でその後におせち食べてみたいな感じだった。午前中にするの、それお昼ご飯食べる前に。そう、佐賀のなんそういう
やつなのか知らないけど、よくわかんないけどやってた。もうね、しっかりセットまであってさなんかそういう、これがな鏡を持ち置くやつでみたいな、これなんかその音を置くやつでみたいな、しっかりそういうセットあって、普通におじいちゃんおばあちゃん家行かなく、年越しするときはやんないけど、ないからそういうの。シリアルライスね、食べたこと、あのなんだっけ、めっちゃ前にそのひなこのそのなんか企画、連載の企画、新聞のさやってたじゃん、みんな連載のあれで食べたぐらい、そのミサーとひなこと雪丸だっけ、それで食べたぐらい、佐賀行って食べたことないおじいちゃんおばあちゃん家で食べたことないです。まだこれから、え、もうお風呂入りましたよ、入った。カラツバーガー、わかんない、食べたことないそれ。わかんないや。始まったら寝る、そう始まったら寝る寝ます。あ、待って、ミュートしてた。ちょっとまたするかも後で。今までファンのスクショ見たら、ピコちゃん巨大なミヒーも大事、巨大なミヒー、ミヒーのカバン、あれカバンかな、かな、それかな、ミヒーぬいぐるみとか持ってないからそれかな。それからわかんないけど、何食べてた、あーめっちゃ前じゃないそれ、何配信でレッスン中のとこでね、めっちゃ前だねそれ、うん、寒い服でミフィ、あ、そう、あれがミフィのカバン、あれカバンなの、ちょっとしか入んないけど、もの
あれのことかな。でもそれしか持ってない、多分ミッフィーの何か、あと手袋ぐらい。でも手袋は今年だから、ね、最近買ったから、そのぐらいかな。ひざかけくん近くにない、多分遠い場所になるか。いいやもん、ビジュアル人気ある仲間あでも、ね、でも最近そういう子も多くない、ちっちゃい中身なんか全然入んないみたいな子も、めっちゃちっちゃい子も回ったりするじゃん。え、財布入るみたいな子もあったりするじゃん最近そういう子も多いない、そういうなんか全然中入んないけど可愛いからみたいな、可愛いみたいな、可愛いから買ったみたいな人見る去年の今頃茶髪、去年の今頃、いや去年、うん、いや去年は多分ピンクしてた、ピンク、去年の夏ぐらいからちょっとずつピンクにし始めて、今年の4月あたりまでピンクしてた。1年ぐらいやってたかも、大体。多分ね、茶髪になってるのは色落ちだね色落ちですね、多分普通に。最初ピンクやった頃はそんな入んなかったんだよね、ブリーチしてないから。だからほんとちょっとずつやってったから、最初の頃はピンクは入れてるけど茶色感強かった、茶色の方が強かった。そのぐらいから、去年の夏ぐらいからやってたピンク。ずっとやってた。でもね、色落ちすると茶色っぽくなっちゃうから、早いからね、ピンクって色落ちがすぐ抜けちゃうから、多分色落ちしてたんじゃない、わかんないけど、その時の写真見てないからあれだけど、色落ちしてたんじゃないですかね。生きてた時期、生きてたじゃないでしょ、普通にピンクがしたくてしてただけ。そのこと言ったら今あの派手っていうかさ、明るめの髪色してる人全員になっちゃうじゃんそんなわけないよそういう理由じゃないですね、普通にしたくてしてるだけですね。いや自分がしたい髪色するのが一番だからね。ピアスしたのは、1年ピアス開けたのはいつだ、あれあれいつだろう、1年、え1年以上前か、うん1年半とかぐらい、2年いかないぐらい、そのぐらいかな。ヤンチー、ヤンキーそのヤンキーとは真逆でしょ、私上の人間でしょ慣れないやんな。次にしてみたい髪色、今特にないんだよね、だからずっと同じ色やってて特になくって、今ないんです、特にやりたい色は。暗めで今ずっとやってる、次にやりたい色がないから。ピンク怖かった、いきなり暗暗闇にしたかびっくり。なんかね、急に暗い色にしたくなってしたんです、暗く、急に暗いのいいなと思って暗くした。そうなんですよ、だから暗くした理由それだけです何か言われたとかじゃなくて、別に急にしたくなったからしただけ。でもその後にしたい髪色が今なくって暗くしてるけど、そうですかね。
めん。僕の子では濃いすぎるんだ、めっちゃピンクだった。あれいつ撮ったやつだっけ、わかんないわかんないけど確かにピンクだったかも。ってことはまだ暗くする前、いつ撮ったか覚えてないけど。まあでも似合う似合わないより、まあ自分の好きな髪色するのが一番だけどね。似合うけど自分があんま好きじゃないっていうよりさ、好きな方が良くない？去年着てたネイビーのフリース、フリースね着てるよ着てるけど、ちょっと今寒すぎて着てないあれ。意外と薄いんだよねあれ、だから。なんかちょっと寒くなってきたなぐらいで来てる今は。ちょっと寒い向いてない今の時期に。もうちょっともうちょっと暖かくなってからかな。ちょっと寒い。そう薄いからね。あんま寒くない時期じゃないと着れない。意外と薄い、風通す。コロンビアです。なんかローマークなんだっけ、なんか花みたいなさ刺繍が入ってるんだね、あれが可愛い。ワンポイントで入ってる刺繍が。そう、それで買ったんだよね。でも薄いからさ、うん、なんか秋とかもうちょっと暖かくなってからじゃないと着れない。着てたけどね今年は、今は着てない。レッスンの時とかに着てた。基本パーカー、いやパーカー逆にあんま着ないですね。あれ薄い、あれ薄いね、普通に普通に薄い。あれ厚くないです。薄いから着れない今の時期、寒い普通に。24時まで配信します。あとどのぐらい、あと1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかな。今の時間が分かんないんですよね。携帯持ってないから。もう一個びっくりした、充電ついた。もう一個の端末。22時44分、ありがとう。45分。ヒートテックフリース、ヒートテックヒ、いやヒートテック着てても寒さ、あのフリースだったら寒い。薄い厚いフリースじゃない、なんか薄めのやつだから。時間見れるようになったかなこれで。見れる。オッケー。時計なんかあるけど、どっか乗ってるけど分かんない、どこにあるか分かんない。多分誰か、妹か弟どっちか持ってると思う。ビックリマンチョコ買えてないです。クレイジーラ君とのコラボのやつでしょ、どこも売ってない。え、開けて落とした。どこも売ってなくて買えてないです。なんか売り切れちゃってる。どこ、買いたいんだけど。ローさん結構今合計で10店舗ぐらい行ったんだけど、10か9 10、うん、どっちか行ったんだけど10か9。どこもなくって、入荷のこと聞いても入荷しないって店舗もあったり、入荷いつされるか分かんないってところもがほとんどで買えなかったですね。
そう、いた、いっぱいいた。何だっけ、昨日5店舗が4か5行って、一昨日5店舗行ったから。10店舗か9店舗行ったけどなかったな。そんなに話題商品人気なんからね、クリシラが結構なんだっけ、前のさ CR カップのさ優勝したチームなんだっけの、なんかファイル、お菓子何個か3つとか買ったらさ1枚もらえますよみたいなファイルあるじゃん。あれやった時ファイル、その時はファイルだけだったんだけど、その時はねほんとすぐなくなったっていうの聞いた。人気だね。今日車で、いや今日行ってないです、ローソン。そう、行ってないですね今日は。昨日だね、昨日と一昨日行った、今日は行ってない。海だ、なんかないかな、なんもないな。ここ下か、膝掛けあんな。一人で棚買いしてる人いっぱいいると思うよ、箱買いしてる人いっぱいいると思う。いっぱいいる。見つけたら箱買い、いや箱買いはしないかも箱買いはしないかもな。残ってる個数によるかな。でも店舗に電話できる、電話で聞いてもいいと思うけど、電話聞いたりしたけどなかったね。何個買うかはその時に残ってる個数によるかも。箱買いはしないかもだな。でも分かんないけど、もうコンビニでアップルカード10万買うと1万円戻ってくる。10万買うと10万って結構じゃないいや多分買わないや、実質9万円で買えるよってことだよね。いやでも9万、いやいいわいや10万って結構高くない？10割10%、いや考えた。箱買いしたらコンプリートいけ、え分かんない、どうなんだろうね、どうなんだろう、分かんないや。でもランダムで入ってる、えどうなん、できなさそうだけど入ってんのかな全部、分かんない。分かんない、どういう感じのやつなのか分かんないから。年始福袋買わないですね、買わないです。今年は、今年もか、買わないです。出たら嬉しいシール、えどのシールが狙ってのシール狙ってるがね特にないんですよね今回のやつだから、どれでも嬉しいかもないから狙ってるやつないです。あでもシークレット出たら嬉しいはあるかもねそれはあるかもだけど、どのシールでも嬉しいかも。ネットないから特に。
とりあえず買い、そう買いたい。え売ってるとこ見ない、本当に見ない、見て見たことないよ。本当に売ってる？あるレベルで。ない、見てない。ファイルはあるのに。ファイルはね、大体どの店舗もあるんだけど。ないんだよな、チョコが。予約で買わない。予約だとあれでしょ？箱でしょ？そんなにいらないかなと思って。30個。もう戻ってたからいっか。いや帰るといいな。クジラくんもチョコ。え、チョコでたったの3800円。3800円ってまあまあじゃない。まあ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 じゃない。結構いいかな。なんか他のこれが固有のやつで、固有のいろんなランダムでいろんなシールが入ってるとかだったら考えるけど。クジラくん、特にさ、この人がめちゃくちゃ好きで、みたいな配信者さんとか、選手とかいないから、特に。もうめちゃくちゃ好きで、毎回配信見てて、とか、いないから、特に。そう。30個はいいかな。何個か買えればと思ってるけど。そうなんだよね。いやそのめっちゃ好きな配信者さんがいてとか、なんだ選手の方がいてとかだったらあれだけど、そうそういうわけじゃないんだよな。だからコギミって小麦粉の妖精ですね。コギミは妖精なんです。小麦粉。小麦粉好き。小麦粉料理でも美味しいのよね。小麦粉好き。あんま聞かないワード。小麦粉の料理、たこ焼きちょっと違う。小麦粉使ってる料理美味しいのよね。スイーツ、お菓子とかさ、多いじゃん。ケーキ系のやつ、ほうほう小麦粉じゃん。美味しいけど。小麦粉単体だけで好きかって聞かれたらちょっとよくわかんないや。また止めて、いや止めてないよ、止めてないです。止まってる？ちょっとわかんないな、それ不調かも。アプリ側の不調か携帯の不調かわかんないけど。私の方は止まってない、何も持ってない、普通に動いてる。その買い時、いやね、多分余裕がないだけだと思う。早くない？12で買い時だったら。今14ですよ、最新。早くない？もうちょいじゃない？もちろん持ちそうだけど。多分余裕がないだけだと思う。買い時早そう。まだ。まだ買いたくないだから。もうちょい耐えたいな。携帯。
と後で写真のフォルダ整理する。もうなかなかの出費だもんね。高いよね最近スマホ。なんか高いっていうのを見た、なんかの SNS でツイッターかな、なんかめっちゃ高いみたいな、ニュースでも言ってたかも、覚えてないけど。年越し必ず作り配信多分しないな、なんか作る配信はしないです。何か料理作る配信はしないですね、基本できないからしない。そう、写真フォルダの大掃除やる後で、容量がないんで写真を消費してないけど、本当に写真がほぼほぼでこの容量撮ってるの、容量多いの。写真の整理をしないといけない。ね、時間かかるよね。無理配信できるようにしといてね。いや無理なんだよな、しとくとかいう問題じゃなくて無理なんだよね。そういうできるようにするとかの感じじゃない。できない、無理です。キッチンはで何ギガ、分かんない。でも相当写真が一番多い、どのアプリよりも写真一番写真が多い。まあ2万もあったら仕方ないかって感じだけど。カヌレいつあげ、カヌレお話し会の時24かな、24にあげた、アイリナちゃんに。23日は公演だったから23日に行ってさ、その日の朝にで23日公演の時持って行って、で24日にはゆめちゃんに開けた。充電がなくなったね。寒いな。何かでもないんだよな、毛布しか。ちょっと毛布はでかい膝掛けぐらいのサイズ感のやつが欲しいんだけど、毛布しかないこの部屋。でかくない毛布は。ちょっとさっき止まったのは充電だね。毛布ちょっとでかいから膝掛けちょっと明日配信するときまで持ってきとこう。どこにあるか分かんないと思う、どこにあると思うけど。ちょっとでかいで毛布、うん、でかいわ。まあいいや。いや毛布取ってきたらさ、あと戻さないといけないじゃん。膝掛けだったらここに置いといていいけどさ、毛布は寝るときに必要じゃん、だからめんどくさいからいい。でかいし、座掛けを明日の配信までに持ってくるの忘れないし、いつも忘れちゃうこういうの。そう、毛布取ってくると戻さないといけないから、寝るときに必要。
でも膝掛けは追いついても使わないから大丈夫だけど。もう一枚重ね着？いやいいや。いいんかい。いやちょっと明日まで持ってくる。明日まで。猫ちゃん、猫はねこの部屋入れないから。2階で、これ2階なんだけど、ここ連れてこないから。バカ寝ないで届け。あ、バカ届いたよ。いつだっけ、昨日？配信の時届いた。届きました。まだ来てないけど、もう届いてる。はい、嘘嘘だ。猫ひも一回。配信がミラーボールルーム。ミラーボールルーム、確かにめっちゃ光ってる。ライトアップされてる。今度受け取る。え、受け取ったよ、受け取った。配信の時受け取った、昨日。持ってるもん。そう、買ったパーカーこないだ。いさっけ。いさっけ。で、買ったやつ。お！グランツアットマーク、キョカタムさん、ミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとう、グランツさん。待って、髪持ってきてないや、油断してた。持ってきてない髪、ごめん。明日書いたの見せる、ありがとう。油断してた。ありがとうございます。ミラーボールだ、久しぶりに見た。パリピルームです、ありがとう。どういう、めっちゃ長い、2分半ぐらいある。紙と紙どこにあるかな。ペンはあるんだけどさ、紙がない。どこにある、どこにあるかわかんない。ペンはあるの、紙がない。ペンは大量にあるんですけど、見てほら、大量にペンはあるけど紙がないです。あ、なんかどうしちゃった。リリック候補投票してきた。あ、ありがとうございます、ありがとう。ぜひ投票お願いします。さあ、私が何番かは、なんだっけ、番号あるじゃん、何番かは分かんないですけど。髪ないんだよな、チラシとかもない、ティッシュの箱ぐらいしかないや。何もないよ、髪何もない。わかるっけ。何もないや。ティッシュの箱ぐらいしかない。裏裏いや、このシマウマって書いたやつしかない。何もないんですよ、書くの。手のひら？嫌じゃない、ちょっと。書けない、書くもんない。持ってくればよかった、油断してたわ。ティッシュに書く、いける？ちょっと、なんか何もない紙。カーテンに書く、カーテンに書いたら怒られるよ。怒られる。
シマウマの説明してる。ゼブラみたいな、体長約2メートルから3メートル。すごい説明された動物豆知識。あ、終わっちゃった。シマウマの説明説終わっちゃった。ありがとうミラボール。すごい、シマウマ、シマウマすごいよ、めっちゃ体重約200から400キロ。シマウマの説明。シマウマ見たことあるよ。アフリカンサファリ大分にある動物園。あれ動物園なの、ちょっと違うか。動物いっぱいいるなんかやつ、サファリで見たことある。そこしか行ったことないかも、動物園みたいなとこ。大分のどこで買ったのわかんない。なんかあった、ここに。シマウマからのアニマルボックスティッシュって書いてある。上野動物園行ったことないです私。他の動物園行ったことない、サファリしか、アフリカンサファリしか。大分のやつ、なんかバスみたいなの乗ってさ、動物のいるエリア行って餌あげれるやつ、トングみたいなので持ってあげれるやつでさ、パンダ見たこと多分ないね。サファリしか行ったか、サファリいないからパンダ。ライオンにあげたことあると思う。あんま覚えてないけど、結構ちっちゃい頃に行ったりしてたんだよね。最近行ってないからちょっと覚えてないけど、ライオンにあげたこともあると思う多分。懐かしいな、サファリ行ってないよ全然最近。自分の車でも回れるんだけど、そのバスに乗って乗るとさ、餌があげられるのよ。自分の車だとあげられないから、危ないからさ、車で行ったことはないや。怖くない？ちょっと車で行くのちょっと怖い。そのなんかサファリのなんかバスみたいな、バスみたいなやつで行ってた。ぶつかり、ぶつ、うん、なんか来そうで怖い。車のがさちっちゃいじゃん、そのバスよりかは絶対にちっちゃいから怖い。なんかバスの方がいい、餌あげれるし。サファリ歩いて行ってみて、死んじゃう。無理無理。免許持ってますよ私。18歳になった年に取った、マイク取りたかったから。18歳になる前から車校通って、18歳になった1週間後ぐらいに仮免取ってみたいな、そんな感じだった。早く取りたかったんだよ。本当は11月中に撮りたかったんだけど、11月が誕生日で、そう11月に撮ろうと思ってちょっと前に行き始めたんだけど、いろいろさコロナとかの関係だったりとかでさ、こう先生が濃厚接触者になっちゃったりとか、そういうのがあってさ、そうだいぶかかっちゃった時間が、1ヶ月半ぐらいかかった。2ヶ月も行ってないか。12月に撮った。そう早く撮りたくて、そうちょっと早めに行った。免許持ってた方がいいしね。運転うまくないです私。そんなしょっちゅう運転しないから慣れてないまだ。
免許取って時間を出すけど、自分の車持ってないからね。お母さんお父さんがどっちかが休む時に車借りて運転するぐらいだから、そんなしょっちゅう運転しないからあれですね時々してるけど、大型免許、大型多分取らない本当え、どこの車だろう、わかんないよ、電車の車ゴーカート乗れる、ゴーカート誰でも乗れるでしょ乗れない人いる誰でも乗れるよ自分の車買わないね、多分買っても多分そんな乗らないんだよな、買わないだから。買わないです、買う予定ない。なんかお仕事行くときに車があった方が楽とかだったらさ買ってもいいと思うけどさ、うーん、車で来る人いないしなメンバーだから車あっても使わないからさ、お仕事で使うとかだったらいいけど、だからいらないんだよね。仕事来る人いないから多分取ったところで使わないんだよね。あ、取ったところ間違った、そう、免許じゃないわ、あの買ったところで、免許の話になっちゃった免許はあった方が便利だけどね、身分証にもなるしね。すごい、今必要ないかなと思って買ってないです。車レンタカー借りたことないです、私ない。お母さんお父さんはどっちかが2台あるから、うちんち、だからお父さんの車、お父さんの車特にないなえ、なんか両方どっちも使ってるから、どっちかが休みの時ね、家に車がある時に借りて使ったりとかですかね。そう、2台あるから両方仕事行く時使ってるからそう、2台ないとね、1台だとね大変だから、スジクランクギリギリまで好きめちゃくちゃ焦ったけどね、あの時めっちゃ、さっきあれ仮面かな、仮面だね、仮面の時にさSG クランクめっちゃギリギリ、なんかその先生が乗るじゃん隣に、その先生がなんかちょっとめっちゃ見た目が怖めの先生でちょっと怖めだったんだよね、その先生結構怖めの、見た目が怖めの先生で、その先生が隣に乗っててS 字乗ってる時ずっとさ、なんかこう何も言えないからさ、その試験中って先生がアドバイスとか言えないから、すごいね雰囲気とかで出してくんのようわーみたいな、ちょっと雰囲気でね、こう外とかちょっと確認しながら、ちょっと首かしげたりとかしながらね、怖くってめちゃくちゃえ、やばいみたいな思いながら通ってて、落ちなかったんだけど、でそれ試験が終わった後に最後アドバイスみたいなのに聞くのその時に S 字めちゃくちゃギリギリだったねって言われて、よく落ちなかったねあれって言われて、めちゃくちゃ怖かった
すごいね、圧がすごかった、隣の怖かったすごいヒヤヒヤしながら S 字通ってた。めっちゃギリギリだったらしい。あんま分かんなかった自分じゃそのでも雰囲気で感じてはいたけど、ええやばいって思いながら通ってた隣の圧がね怖かった。そのS 字が一番ねそう運転してる最中に言えないから、そのなんて練習中だったら別に言えるけど、先生試験中は言えないからさ、そういうアドバイスが終わった後にですよねみたいな感じで雰囲気で察してましたみたいな落ちなければ合格、そう落ちなければ合格ギリギリだったらしい分かんなかったでも雰囲気で、先生の雰囲気で、あこれやばいかなって思いながら通ってた。一回そう一回で合格、全部一回、本面も仮面も全部こう一回で合格でした。落ちてないそうすごいヒヤヒヤしたね。今ローソン行った、今ローソン行ったけどファイルしかない。やっぱそうだよね、ファイルはあるの。ファイルってさ、あの5種類あって入荷とかない、ないんだけど、どれも何枚ずつだっけ、5枚ずつだっけ、何枚かずつしかないんだけど、ファイルはあるのよなぜかえチョコがないんだよね、なんでなんでだよ、なんでだよね、本当クジラくんのコラボのファイルはあるの。ファイル限定だからさ、ファイルは入荷とかないんだけど、再入荷とかはファイルはあって、チョコがない。チョコは再入荷するお店はあるみたいな感じなんだけど、再入荷しないところもあるけどね、ないんですよファイルファイルじゃない、クッキーって言うとしたらチョコ、ファイルはあるわごちゃごちゃになってる、なんでかわかんないけど、だいたいね行ったお店ファイルはあった、ファイルはないお店の方が少なかったかも。だいたいファイルはあるけどチョコがないみたいな。クラッキーたくさん買えるか、いやそのたくさんあってもじゃんクランキー3つ買って、でファイル5種類でしょ、15個クランキー箱買いぐらいのレベルじゃない大変チョコ買おうと思ってる、ローソンほんとどこもない、ほんとに本当にあるみたいな、本当に店舗で売ってますレベルでない。箱10個箱が以上だわじゃあ2箱目にいっちゃうほんとに見ないです売ってるの、幻ない、ほんとい部屋ローソン以外にはないの、そうローソン限定で売ってるんです。そうなんだよね、だから余計ないのかな、限定だから。そうなんだよね、でもさチョコのやつクレジラクマンチョコはさ限定何個みたいな、各店舗限定何個みたいなのがないから、入荷するお店は追加で売ったりとかあるの、入荷しないところもあるんだけどね。そうなんか店舗によって違うみたい、入荷するか
しないか。だから見たら100店舗くらいローソンある、くらいローソンあるから1店舗100店舗そんなローソン回れない。大分、大分県内全部のローソン回る、さすがに無理大変すぎないフ県内のローソン全部大変だなすごい。めちゃくちゃ好きでとかならあれか、うん、ローソン全部回ってやろうってなるのかな。でもね、特にねこの配信者さんが好きでみたいな方はいないんですよ。でも買いたいなと思って探してはいるけど、そもそもなんか入荷されてない店舗もあるみたい。わかんないけど、ツイッターで調べるとね、入荷されてなかったみたいなところもちらほら見た。なんか人があんまいないような場所にあるようなローソンはそもそも入荷すらされてない可能性もある。そう、その可能性もある。推しのゲーマーさん、配信さん、CR でクリシル君では特にはいないかも。配信めっちゃ見てた方はいるけど、ラストのストサバの、ストリーマーサバのラストをやってる時に、ダルマイズウォッチさん、ダルマさん見てた。めっちゃ面白くて見てた。いつも見てるのはね、エペの配信者さんなんだよ。配信者さんって言う、違うか、ストリーマーではないか、選手。エペ、そう、エペの配信見てる、いつも。なんかスイッチライトで、スイッチライトでエペしないですできない、もう PC で一回やったらスイッチでできなくなっちゃった。やりづらすぎて、画面ちっちゃいし敵見えないし、なんかなんていう、そのエペ、あ、なんて、なん、PC でエピやるよりか、PC って滑らかじゃん、動きが。なんか、やっぱスイッチの方がさ、それ、落ちるからさ、そういうの。リフレッシュレートはさ。やりづらすぎて、もう無理、できない。一回だけやって、あ、無理だと思ってやめたもん、前に。こんなんできないと思って。一回 PC でやると無理だね。そう、あと、ボタンの、場所が違う。決定ボタンと戻るボタン、キャンセルのボタンが逆なんです。あ、なんだっけ、プレステのコントローラーと。だからね感覚がおかしくなっちゃうあとあれかな、視野角も違うしね。スイッチ変えられないよね、確か。PC108 だっけ、視野角ちょっと変えてるんだけど、スイッチでやると狭いからそう、変えれるのかな、わかんない。変えれたっけ、あれスイッチで、わかんないけど。でもね、とりあえずやりづらい、スイッチもう無理。 PC でやる前まではあんま思わなかったけど、もうね一回 PC でやると無理だね、戻れないね、スイッチには絶対に無理、できない。あ、そう、違うんですよ、パッとボタンのやつが。
A と B なんだっけ、プレステのコントローラーだったら丸と×だけど、×で決定で丸で戻るなの。だからスイッチのコントローラーの A の部分が丸で B の部分が×なんだけど、逆なんですよ全く。そう、だからね、なんか感覚がおかしくなる。やろうと思ったらこう決定をそうと思ってるのに戻っちゃうとかやっちゃうから、もう無理できないボタンも違うし画面も見づらいしでできないです。スイッチでペアもおもちゃにあげちゃう、今は元にあげない。スイッチ、スイッチでできるゲームあるしね。スイッチ、ニンテンドのスイッチでやるゲーム全部できなくなっちゃうじゃん、あげたらあげないです。エペはPC でやるけど、他のゲームはスイッチ、スイッチでできるゲームはスイッチやる。最近やってないけどやるからあげないそう、もうスイッチではしない。エペはエペはねパソコンがあるからせっかくもう PC だった方がいい。いやもうできないよ、弟とかやっててさ、よくスイッチでできるなって思っちゃう、お前自分が言われてたこといや PC で一回やったらわかる、もう戻れないもんスイッチには見づらすぎて無理だな。スプラ最近やってないな、やってない。でもさ、スイッチとかでしかやってなかったらさ、他の画面知らないからさ、わかんないんだよね。スイッチやりづらくないって言われても、スイッチしかやったことないからわかんないって感じなんだよね弟にそう言ってもさ、やっぱスイッチしかやってないからさ、そうそれわかんないよねいや PC でやったらわかる、もう無理だもんもう画面が全然違う、本当に全然違う。そう、今やってみないと分かんないお父さんなんか、弟今プラチナ4言ってた、プラチナ終わったって言ってた、すごい自慢げに言ってきただから私はシルバー2だよって言っといたまだそこなんて言われたけどいや弟はいっぱいやってるからさ、ほぼ毎日、今日もずっとやってたし、あれだ、あの毎日やってないから、私毎日やれる時はやってるけど、できない時も多いからちょっとめっちゃやってるからね、ほんとめっちゃ余ってる。シルバーの2つランク、シルバー、その細かいの、シルバー2とか1とかそういうの入れなかったら2つ上かな。シルバーの次はゴールで、その次がプラチナだから、オールでやってた人が、オールでスイッチじゃない、間違えた、エピやってないよ、あれは昨日俺だったけど、あれはエピじゃないです普通にやらないといけないこと終わらせてた、ゲーム一回もやってない、あれやってないよ、ずっといつだっけ、昨日お昼の、お昼前ぐらいの配信で2回しかやったのしかやってないですそう、レベルいくつ、いくつだろう、わかんないで多分相当言ってると思う、めちゃくちゃやってる弟、ずっとやってるもん。レベルの上限みたいなの言ったって言ってた気がする、忘れたけど。で私さ PC に変えたからさ、全部1からだからレベル低い、まだ100もいってないしな。
冬休みの宿題は弟、冬休みの宿題どうなんだろうね、知らない知らない弟と一緒になんかできなくって、多分弟がスイッチのアカウントがその見守り設定、何時間使ったらスイッチが切れるみたいな設定にしてるからできなくって、一緒に PC だと、私がスイッチだったら一緒にできるんだけど、プラットフォームが違うとできなくってさ、できないんです。だからその設定解除することもできないし、そしたらお母さん管理できなくなっちゃうから、ゲームをやる時間管理できなくなっちゃう。まあ仕方ない。そう、子供用の設定になってるからできなくって、多分それでだと思うけど、弟の方から私にフレンド申請送ってもらっても届かなくって、こっちに、私の方には検索出てこないしみたいな感じで。そうだから、まあ仕方ないね。そう、ゲーム時間管理されてるんです弟。ゲーミング PC プレゼントする、プレゼントしないですよ。ゲーミング PC、 ゲーミング PC で相当高いよ、その高いからできないよ。あげようかって言って買ってあげれない、無理。そんなまあまあ値段する、十何万ぐらいすると思う買ってあげれない、自分で買ってほしい、 いや自分、自分でお金貯めて買ってくださいって感じよ、無理。無理です、買えないです、自分にしか無理人には買ってあげれないフ無理だな、買えないです。宝くじかけよう、あ、それで買って当ててってこと自分で、自分に使いたい、もし当たってもあ、じゃあ弟なんか宝くじ、競馬買えないからさ宝くじかなんか、 お母さんかなんかに買ってもらってお母さんだったらいけるか、競馬お母さんに当ててもらってください向いて、あ、確かに向いていたら超えるね、モニターとかその周辺機器いるわ、入れてなかった。 PC 本体だけで10万円台するから、10何万かするからさ、確かにモニターとかマウスキーボードいるしね、なかったらできないんすよさ。多分弟パッドでするからコントローラーもいるでしょ、でも超えるね、20万、それ全部揃えると。普通に超えちゃうわ周辺機器揃えちゃうと。ゲームユーチューブ、ゲームユーチューブはいらないでしょ、普通の椅子でいいよ、私も普通の椅子だし、ゲームチェアはお金に余裕があったら買ってもいいかなぐらいのレベル ゲームマスターとキーボードも買った、私ゲームマスターとキーボード買いましたよ、ないとできない買いました。ゲームともの PC ってスペックが高いから値段が高い、本当にゲーミング PC 高い、そう、もうデスクトップの時点で高いしねあのノートパソコンもあるんだけどゲームができる、それよりデスクトップがいいから性能が、そう、その時点で高いしね。宝くじ10億当たっても買ったけど、宝くじで10億いや当たんないよ、無理だよ、無理無理
10億もし当たればね勝てないけど10億だよ。いや無理でしょどんな強運なの当たんない、宝くじ買ったことないやそもそもいや当たんないよ、そもそも当たんない当たんない、無理だよ もし10億当たったら全然買ってもいいでしょ、そのぐらい10億もしね当たったら買ってもいいと思うけど、当たんないもんだってうん、大晦日に700日連続配信だけど何かありますか。今のとこ何かやる予定ないけどな、何もないかも。また何か考えとこうかな、なんか食べるとか。でもあれだな、できないわ、そこで配信。いつもなんか食べるときにしてるところで配信できないわ、みんないるから冬休みで進撃の巨人のコスプレがいい。持ってないよそんなもの、持ってない持ってないです、無理です。パーカーしかない、あのコラボのパーカー、ウルトラとコラボのパーカーしかないハイネも持ってないな。トヨタさん対戦配信できない、対戦 PC だから、スイッチじゃもう無理、私もうスイッチじゃエフェできない。明日も夜でお待ちして、明日は、明日できそうだったら2回したいんだよな。明日お出かけするか、松ファ行くんです明日、明日こそ。でもまだ予約しなくて、予約しないといけない後で空いてますようにって。 お昼見た時、夕方、違う夕方だ、夕方見た時は空いてた、予約しなかったのその時点で、しとけばよかった、後でするから予約しないと、しようと思ってしなかったから、して松ファ行く前にしたいんだよな。お昼前かお昼頃、する時間によるよ。よくしてないまだしないと、始まったらすぐする。もう年末です。いやね、やってるお店もある、行ってないところもあるけど、よくしてそのマスパイク前にしたいな。だからさっき言ったみたい、お昼前かお昼ぐらい、お昼前から始めて、お昼までとかかもしれない、お昼前ぐらいに食べると思う。で夜に1回やる、2回かな多分、予約する時間によるや。なぜ予約しなかった、なんかね時間どうしようと思ってその時やんなかったんだよね、結局後でしようと思ってやってないよまだ寒い、前ってことはすっぴん配信、そうメイクできないから夜もすっぴんない多分その日はメイクしない。前回よくなんか失敗したっていうより、なんていうの、あのさ、この予約画面で予約する感じじゃなくって、メッセージのやり取りで予約してたんだけど、なんかできてなかったみたいで、まずは友達食べ放題、いや友達と会う予定ない、まずその後一人でなんか買い物しようかなと一人で、あローソン行ったりとかローソンちょっとクレイジーラクーンのやつ、探すローソンで、ローソン行ったり、あとスマホケースをちょっと買い替えたいから、そうローソン巡りとスマホケースをいいの探そうかな、なんかあるかなみたいな。
ケースを探しに行こうかなと思ってる。可能から、可能はあれだね、 iPhone7 ですね。マイナス、今のやつは違う、可能じゃないです。これはメリージェニーのとサンリオキャラ、サンリオのニャニュニャニョンっていうキャラクターだけ、そのキャラクターのコラボのスマホケース、ちょっと変えようと思って、ちょっとね、なんかね、まそろそろ変えた方がいいような、ちょっと汚れてきちゃったりとかで変えようと思って。携帯はまだ買えない、ちょっと写真の整理はするけど余裕がないから。何しようかな、サンリオショップなんかいいの、でもこういうの載ってないか、ないんだよね、こういうの。サンリオショップも行きたいな、して行こうかな。携帯ケースなんかいいのあるか見てみよう。マリークワントとか可愛いな、いそうあるかな、見てみよう。いいのあったら。でも今月もあんま買いたくないんだよな。来月、いやでも明日行った方が楽だな。とりあえず見てみよう。見て、値段見て決めよう。ローソン巡りって結構な旅じゃない。確かに。ローソンいろいろ巡りたいから。マリカント可愛いよね。から。ちょっと見てみよう。明日いろんな店のスマホケースを。寒いからかさ、あんま血色ないよね、口リップ塗ってるけど。血色ないな、足そうかな、塗ってるけど。薄い気がする。濃すぎるこれ、ちょっともうちょい渡して。普通に塗ったら濃すぎちゃうんだよな、ちょっともうちょっとティッシュをしよう。ティッシュオフしないと濃すぎる、すっぴんには。ちょっとちょっと良くなった？わかんない。普通の濃いリップだからさ、結構ほら赤めのリップだから化粧しないと濃いんだよな。まあいいや、これで。赤いよねこのリップ。普通にメイクした状態で、メイクした状態で塗ったらいいんだけど、すっぴんの状態でこのまま塗るとさ濃いんだよね、リップが浮いちゃうから。ティッシュオフしないといけない。濃すぎて浮いちゃう。紫色もかい。口の色なくなってるの可愛い。本当に本当に。絶対怖くないでしょ。口の色が悪い状態、寒いのかなみたいな。本当に可愛いそれ。ジルの新色がですね、ジルの新色どんな色、あんまジルのリップ買ったことない。オレンジがいい。オレンジ、オレンジ持ってないかも私。なんかちょっとピンクっぽさもある赤みたいな、さっきの今塗ってるのはちょっとだいぶ赤寄りだけど、ちょっとピンクっぽさもあるような赤のやつ使ってる。真っ赤じゃない、真っ赤まではいかないけどみたいな、そうちょっとピンクっぽいさもあるけど赤みたいな。伝わるかな、色いつも使ってるメイクするとき。今はちょっとだいぶ赤っぽいけど。あ、プール、プールから出てた後に確かに紫だったね。
オレンジ系そう使ったことないんだよね、持ってない。いつもその赤系ピンクとか赤系とかしか買わない。オレンジメイクとかしないんだよな。めっちゃ濃いの。でもさっきの赤結構濃いんじゃない？普通に塗ったら濃い。今ティッシュオフしてるから、だいぶオフするしてると薄い。このぐらい、そのすっぴんだから濃い色つけちゃうとさあんま良くないからあれだけど、これだいぶ濃いと思う。今これ塗ってる、ティッシュオフして薄くつけてるからあれだけど、普通に塗ると濃いね。これをめちゃくちゃ薄めにつけてる。いつも塗ってるやつこれ。これはねちょっと塗らないと分かんないかもねいつもメイクしてる時に塗ってるのがこれ。ティッシュ、そうティッシュでこうオフさせる。ティッシュでちょっと色を取る。濃すぎるからそのまま普通に塗っちゃうとこの状態で浮いちゃうから、口だけ濃すぎて浮いちゃうから。ちょっとは落としてみたいな。ティッシュで浮いちゃうじゃないと口の色が変だからね。濃いよねこれ赤。普通には塗れないけど、だからこれは取り紙と一緒の効果。え、よくわかんないということこれ、うん、わかんないよ。めっちゃピンク系が似合いそう。いつもピンク系、ピンク系赤だけどちょっとピンクっぽさもあるみたいなリップ、さっきのいつも使ってるリップそんな感じな気がする。でもほぼ赤なんだけどちょっとピンクっぽさもあるみたいな色。オレンジはね買ったことない。今度気が向いたら買ってみようかな。買ってみようっていう気になったらいつか買うかもしれないリップクリーム、リップクリーム使う。うん、乾燥しちゃうからね。舞台で映える、え、何が？舞台で濃いのがってこと？いや、この今つけてるリップ使わない。メイクしてる時、配信の時にめっちゃ薄く使うぐらい。いつも使ってるのはこっち。リップグラス、グラス使うよ。透明なやつ使ってる。いつもツヤツヤにするために。あれティントなんだけど、さっきの見せたやつ赤のやつ。ティントはちょっと乾燥しちゃうからツヤツヤにしたいからグラス使ってる。でメイクやっぱ全体的に濃いなと思う。コンサートの時とかのメイク濃くするようにはしてる。自分のメイクするとき濃くしないとね、やっぱ薄いなと思っちゃうんだよな。なんか映像で見たときに舞台とかそういうコンサートのときはライトとかで飛ぶのもあるけど、そういうときはこうラメめっちゃ使ったりとか、コンサートだったラメの使ってるの変えたりとか。普段の時はメイクの塗ってるものとかは一緒なんだけど、アイシャドウとかちょっと薄めにつけたりとかするぐらい。普段はちょっと髪のせるようにしてる。感じですかね。だからさ、普段コンサートの時とかでメイク変えるのとか聞かれてるけどね、なんか変えてはないんだよね。ちょっと濃さを薄くしてるぐらいほぼほぼ一緒なの。
なんだっけ、まぶたに塗るラメがちょっと違うぐらい、そのぐらい、ほんとそんなレベル。いつもコンサートの時とかは、公演とかイベントとかそういうさお仕事の時とかは大きめのラメをつけてて、でも普段はちょっとちっちゃめのラメをつけて、そうそう、その程度しか変わんない、そのぐらいですかね。なんか濃さが違うぐらい普段のメイクと何が違うかというと、ぐらいほぼ一緒、塗ってるものは変わんないです。え、もう55分早っ、携帯見てなかった、つけとこう。ランキング読みますか。この携帯もしかして遅れてる、この携帯54分なんだけど1分遅れてる、いや、まあいっかよいしょ。13位からランキングですね。13位、ベベモンさんありがとうございます。12位、ユーマカコ熊本さんありがとうございます。11位、ジョークスノーさんありがとうございます。10位、カズアットマークキョカタムズさんありがとうございます。すごい手が白い、めっちゃ寒いからかな、こっちはちょっと、あ、白いわ9位、トシユビアットマークキョカタムズさんありがとうございますいつも以上に白く見える8位、ワルさんありがとうございます。7位、ヒメルさんありがとうございます。6位、マサムネさんありがとうございます。5位、トシノリさんありがとうございます。4位、ウドさんありがとうございます。3位、フロマンさんありがとうございます。次、2位、シンさんありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク、よいしょ、グランツアットマークキョガタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。ね、して白い、なんか指先は赤いけど寒いからかな、白いありがとうございますと明日の配信はマツパ行く前に、お昼前か、お昼前ぐらいかな、多分配信すると思います。早く起きる。で、夜23時か、早くできそうだったら早くするかも。あんま遅い時間にしちゃうとちょっと迷惑かけちゃうから早めにするかもだけど、そう、予約次第、予約の時間次第何時に取れるかでも、うん、夜早くしても22時台かな。まあできそうな時間だったら言います。2回する予定、明日お昼と、お昼前ぐらいと夜で、今すぐ予約あ、終わったらすぐ予約するしないと、また予約が埋まってしまう予約します。あとあれ、膝掛け持ってきとこ、ここの場所にちょっと寒すぎるわないし、近くに膝掛け持ってくる。今は58分とかかな、でも1本遅れてるね、もう、あ、今59分、え、ん、59分ぐらい、今、あ、58分35秒、なんか絶妙に遅れてるんだけど、30秒ぐらいかな、今58分、さっきだった、今さっきえ、これ携帯の時計なんだけどさ、え、絶妙に遅れてる、え、困るなんで遅れてるの、携帯のやつ59だった、あとちょいかな、12時ちょい過ぎぐらいにいつも配信切れるんだよね。入ったら電波届かない、そんなバカな、そんななんか遅れてるんだけど
なんで、なんでだろうね、わかんない。よいしょ。もうそろそろで切れるから、ちょっと時間がわからない。59分になった、あ、なったってことは多分そろそろね。じゃあありがとうございました。また明日の配信で、多分お昼前とかにするんで、その配信でありがとうございました。また明日、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ、ありがとうございました。おやすみ。よく忘れない。おやすみ、ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。